はい、どうもこんにちは、翔平です。今日はこの僕の肩の傷について話していきたいと思います。こちらですね。ちょうど3年前の動画では全くなかったこの肩の傷なんですけど、ちょっとある日を境に動画で見せてしまったところ、皆さんにすごく、いろんな疑いがコメントに書かれてたと思います。今日はその真相について話していきたいと思います。この肩の傷なんですけど、ちょうど1年前ぐらいから動画でちょくちょくコメントをいただくようになって、一番多いコメントがタトゥーの跡ではないかっていう疑問についてですね、このことについて詳しく話していきたいと思います。単刀直入に言うと、この肩の傷タトゥーの、跡ではないです。はい。で、他にもですね、よく見るとここだったりとか、あと脇の裏側だったりとか、結構ね、いろんなところにこの似たような傷ってのがあるんですけど、この傷実は、筋トレでできたものです。はい。実はこれ筋トレをしてる時にできてしまった、肉割れというものですね。見えるかな。こうして見るとよく見えますね。決して痛くてついたものとかではなくて、本当に筋トレ始めた初期の頃ですね。なんか気づいたら赤い跡がプスッとできてて、トレーニングを重ねるたびにその傷がどん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 広がってって、今ここまで広がってしまったっていう感じですね。僕的にそんなに脂肪はついてるとあまり思わなかったんですけど、この可動域をこう無理してしまってできてしまったらしいんですけど、皮膚科の先生に行ったら治らないって言われたんですけど、ボディービル出たことのある方とかに聞くと、何年かすれば皮膚が再生されてだんだんなくなってくるっていう説2つを聞いて、まあ、いずれ治るのかなって思って1年経ったんですけど、未だに治ってないですね。まあ、これが今後どうなるかっていうのは分かんないんですけど、まあそんな感じでできた、肩の傷でございます。最初ねできた時はちょっと僕的にショックだったんですけど、まあこれはこれでなんかちょっと箔がついたかなとポジティブに考えて今では全然気にしてないんですけど、これに関してすごく謎なので、ぜひ知ってる方いましたらコメント欄で教えてください多分タトゥーの跡だろうって言って期待して見に来てくれた方多いと思うんですけど、まあ、違うんですよ。これ筋トレでできた傷で、はい、なかなかねこんな大きい傷できる人いないと思うんですけど、結構その角度によって見え方が違うので、今日こんな感じの照明でやってるんですけど、前よりはなんか赤みが引いたんですけど、本当に謎ですね。でもこれ以上はね広がる感じはないので、おそらく大丈夫かなと思うんですけど、ちょっと謎がたくさんあるので、ぜひ知ってる方いたらコメントくださいという、今日はちょっと、僕の謎解明動画でございましたもしね前の僕みたいにすごいおっちゃりしてる方でトレーニング、やるっていう方いましたら、ぜひ気をつけてください。はい、ということで、今日の動画でした。また明日、アップしますので、また明日お会いしましょう。